はい、どうも、シアンです。黄昏ホテル、続きからやっていきます。前回の続きで、不倫カップルを問い詰めようってとこで終わったっけ？京子さんと後追っかけるんじゃないかな。確かね、ここら辺でバッドエンドか、正規ルート行くかで分岐があった気がするよ。どうしようかな。カップルの様子を見に行った方がいいのかな。ん？あれって、カウンターにルービックキューブが置いてある。こんなものバーにあっただろうか。これってメノーさんのですか？私がルービックキューブを掲げてみせるとメノーさんは首を振った。違うわ、先ほどの方のでしょうね。なんでルービックキューブって感じだよな。京子さんのものか、持っていこうかな。ルービックキューブはこれ破壊したような気がするけど。私これできた試しがないんだよね。一度でいいから全面揃ってるとこ見たいな。わかる、俺もクリアできない。ぼやきつつガチャガチャといじってみるものの、やっぱり一面も揃う気配がない。カサカサ。ん？ルービックキューブの中から乾いた音がしたような気がした。何か入ってね。試しに振ってみるものの何も音は聞こえない。紙が入ってる？気のせいか。いや、気のせいじゃない。お外っち、これ解いて。お外さん、これ解けます？ルービックキューブか、こんなの暇つぶしにもならないよ。ルービックキューブを渡すと大外さんはガチャガチャといじり始める。なんかルービックキューブってそのパターンがあるらしいよね。それを早い人たちは頭に叩き込んでるから素早くやっちゃうって聞いたことあるけど、どうなんだろう。一面だけじゃなくって全面ですよ。はい、できた。早い。早ー。お、開いた。箱になってたんだね。中には何が入ってる？手紙と写真です。お、女性と赤ん坊ですね。不機嫌そうな女性が赤ん坊を抱えているルービックキューブの中に入っていた。いやー、来るぞ、こっから。手紙の方は、オーシャンビューホテル209号室で待ってます、京子。はい、ここでね。いや、やめておこう。ここはあえて何も言わないでおこう。ちょっと待った、なんだこの文面は。おっと、これは。ん？どうしてくれるんですか、大外さん。何がない？大外さんが変なこと言うから、私間違ったことをカップルに言ったかも。自分のミスを人のせいにしちゃいけないよ。はぁ？わかったよ。僕もついていこう。一緒に尻拭いと行こうじゃないか。これね、気づいてるかな？もう気づいてる人はもう気づいちゃってるだろうな、これ。今、チケット1個使ったっけ？で、今2話目か。塚原さんはこの部屋のカップルについて結論が出ているのかい？漠然とですが、トールさんがどこまで記憶を取り戻しているかが鍵ですね。私と大外さんは2人揃ってカップルの客室の前に立った。それじゃあ、お手並み拝見と行こうか。邪魔しないでくださいよ。もちろん。コンコンコン。扉をノックする。トール様、京子様、少しよろしいでしょうか？なんだこれは。移動でいいのかな。あ、なんで今一瞬起動した。お、なんだ。直球さん、助けて。トールさんが。私と大外さんは顔を見合わせる。そして急いでスペアキーを使ってカップルの客室へと飛び込んだ。ここね、絵面笑っちゃったんだよな、俺。いかがされました？もう見てこれ。もう押せと言わんばかりのね、もうめっちゃ後ろから押したくなる。客室に飛び込むというような光景を目の当たりにした。来るな。トールさんがバルコニーの手すりの上で四つん這いになっている。綱渡りしてる豚みたいだな。うん、わかりやすい例え。何がどうなってるんですか。トールさんが、京子ちゃんが別れるって言うなら死んでやる。何言ってるんですか。面倒くさい男だな。言っただろ、京子ちゃんのいない人生に意味なんかない。お、早いぞ、チケット消費が今回早いぞ。わあ、怒ってるトールが、いや、叫んでる？愛を叫んでんのか？京子ちゃんが別れるって言うなら死んでやる。何言ってるんですか。めんどくさい男だな。言っただろ、京子ちゃんのいない人生に意味なんかない、言ってたね。本来ならここは2階である。2階から落ちても打ち所が悪くない限り骨折程度で済みそうだ。でも外の光景は変わってるからね。けれどこの客室の窓の外は海そのものである。バルコニーの下ってどうなってます？崖よ、断崖絶壁。落ちたら即死だろうね。落ち着いてください、トール様。京子様はあなたと別れたりしません。そうよ、私はトールさんと別れたりなんかしないわ。本当に？
ですからゆっくりこっちに戻ってきてください。足元気をつけて。うん。トオルさんはそろそろとした足取りでバルコニーに足を下ろし部屋に戻ってくる。素直だな。おお、なんそのブスッとして。京子ちゃん、僕と別れないって本当？へえ、もちろんよ。トオルさんは私の運命の人だもの。浮気されてもよそで子供を作っても構わない。あなたを愛しているの。京子ちゃん。二人はひしっと抱き合い、ぶちゅーっと深く長いキスをした。ありゃ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 。京子さんの顔は仮面なのが不幸中の幸いだ。これが生身の人間同士だったら、リープキスだったに違いない。うえへ。目が死んでる。猫ちゃん目が死んでる。塚原さん、この光景から解放されたくはないかい？されたいですね。め。早めに本当のことを教えてあげた方がいいと思うな。ごもっとも。トール様、京子様。私が声をかけると二人はキスをやめてこちらを見る。私はお二人に謝らなければいけないことがございます。え？これ初めて見たとき俺も全然理解してなかったんだよね。何の話？トール様は浮気なんてしていません。いや、来るぞ、こっからよ。一気に動くよ、物語。トール様は浮気なんてしていません。私の言葉にトールさんと京子さんはあっけに取られた顔をする。浮気していない？本当に？はい。どういうことよ。あなたが浮気してるって言ったんじゃない。間違いでした。すみません。じゃあ指輪は？どうして指輪の跡があるの？それは京子様とのペアリングの跡だと思います。え？ほらやっぱり最初からそう言ってるじゃないか。そうだ、そうだよ。僕はずっと京子ちゃんとのペアリングをつけてたんだ。私とのペアリングだったらどうして外してるの？あれ？どうしてだろう？そうだね。お、それは僕から説明します。イケメンタイムだ。私が何かを言う前に大外さんが軽く挙手をする。これは推測に過ぎませんが、このホテルに来る宿泊客はみんな古めかしい格好をしていますよね。確かに、私も妙なワンピースを着てました。古い感じの。この服装は少なからず元の世界でのいでたちが反映していると思います。大外さん普段そんな格好してるんですか？いや、結構ボイッシュな感じだった気がすっけど。いや、こんな露骨にトラットを意識した格好はしてないよ。だよね。でも身なりが整っているだろ。なるほど。はい。大外さんの服装は男性の服装や小物の良し悪しがわからない私から見ても高そうだとは思う。なるほど。ところがトールさんの服装を見てごらん。ティンティンティン。ヨレヨレで随分と年季が入った服装だ。これは何を意味していると思う？僕とトールさんの違いは？何でしょう？清潔感？違う。ステータスだよ。はっきり言うもんね、こいつ本当にもう好き、そういうところも。僕は金持ちなんだよ、塚原さん。それがここでの服装に反映されているんだ。自分で言いますかね。事実を言って何が悪い。私がここに来た時の服装はどうだったか。思い返してみると確かに高そうでも安そうでもなかったような気がする。奇抜な衣装だったよ、でも。いわゆる中流家庭の子供だからだろうか。いや、それでもかなり印象に残る服装だったけどね、猫ちゃんは。うん。びっくりする、あのコスチューム。つまり、トールさんのいでたちからして、彼は決して裕福ではない。ええ、まあ。しかし、靴、時計、どれを見ても高価なものではないが、物持ちが非常にいい。さらに指輪の跡がかなりくっきりとついていることから、頻繁に外している気配はない。そして京子さん一筋だという言葉を信じれば、おのずと指輪をしていない理由は三つ。ペアリングをなくしたか、クリーニングに出したか、リフォームに出しているかです。お！おそらく結婚指輪にリフォームしようとしているんじゃないですか。結婚指輪にリフォームなんてするんですか？そんなのがあるんだね。知らんかった。最近は多い。みんながみんな新しい指輪を買えるほど金持ちじゃないんだよ。なるほどな。大外さんだからこそ気づく推理だよね、これ。京子ちゃんが言ったんだ。トールさんがぽつりとつぶやく。京子ちゃんが付き合った頃からはめていたペアリングをそのまま結婚指輪にしようって。そうだよね、京子ちゃん。うん。京子さんは曖昧にうなずいた。思い出せていないらしい。でもおかしいですよね。何がですか？トールさんは顔や名前を忘れても指輪の跡はくっきりと残っていたのに。京子さんの指には何の跡も見られない。この差は何なのでしょうね。
何が言いたいの？京子さんは大外さんを睨む。しかし大外さんは一向に気にしていない。ああ安心してください。僕が言いたいことは全部塚原さんが言ってくれます。うわ、急にぶん投げないでくださいよ。誤解を招いた責任は取ったよ。あとは君の仕事じゃないか。マジか。私はポリポリと頭をかいた。それじゃあ、トルさんが浮気をしていないという証明を続けていきたいと思います。ということで、チケット5枚使ったので今回はここまでとさせていただきます。やらしいところで止めるでしょう。もうしょうがないよね。まあ、次回楽しみにしていてください。まあ気になる人はもう自分でやっちゃうんじゃないかな、こっから先。それではシュウヤンでした。またね。